僕が毎日、ラジカセを収集しておりますが、その中で、この一台に関しては非常に深い思い出があります。この機種はナショナルの RX-F80 という、どこにでもあるようなコンパクトなラジカセになります。ただ収集したその行動自体に非常に思い出深い一品となっています。というのもこれは福島に僕が収集に行った時に非常にレトロな電気屋さんが一軒発見をしたんですね。そこの、70を過ぎてるであろうオーナーのおじさんと非常に、昔の家電話、またラジカセ話、非常に花が咲きまして、その別れ際にですね、このラジカセを、いただくことができました。本当に不幸なことに、その、約2週間後、東日本大震災、福島県が見舞われまして、お店が倒壊してしまった、前に僕が行かなければ、このラジカセはもうこの世になかったという思うと非常に、複雑にな思い出にさせる、この一台になります。年に何回かだけ、時間が空いた時に海外にラジカセを探しに行くことがあります。で、僕の横にあるこの大きいラジカセ、東芝の海外名が WX1 というちょっと機種なんですが、日本でもこれと同じ機種は発売されていまして、東芝 RTS98 マッケンジーという機種が、同じ機種にあたります。で、2泊3日で上海旅行をして、3日間タクシーを拘束をして、タクシーの運転手に電気屋さんはないか、次にないかということで、それを3日間繰り返して得た中の1台になります。このラジカセは、段ボールに厳重にパッキングして成田について税関で止められたんですね。この大きい荷物は何だということで、で、ラジカセっていうと非常に、不思議がられまして、今時こんな大型のラジカセを、それも中国から、なんでお前が持ってくるのかということで、この中身を確認したいということで X 線にかけられました。このラジカセは、二重に三重に思い出深いラジカセになります。